どうも。 皆さん、こんにちは。Z 階の映像授業のね、科学になります。科学、Z 階の科学の授業は、これ C3J、C3T ってことで、この C がね、ケミストリーの C になって、2クラスね、C3J、あの、後で詳しく説明しますけれども、東大、東高大を、ね、あと、京大とかというね、より上のハイクラスを目指している C3J というクラスと、一般的な南関国公立大学ね、えー、ね旧帝大と言われるようなところの国公立大学や、その他、ね、私立大学ね、 難関私立とかを含めたクラスを扱う C3T というクラスがあるんですが、私はね、C3T のクラスを担当している刹田と申します。皆さんよろしくお願いします。それではね、Z 会の、ね、映像授業というのはどういう授業なのかというのをね、問題を解きながら少し説明してみたいと思います。ちょっとこちらね、2016年東北大の前期の科学の入試問題ですが、こちらをちょっと見てください。 えまず、水に関する以下の文章に問い1から問い5に答えましょう。これ全部の問題解けませんので、ちょっとだけ抜粋します。えー、水は大気海洋、土壌、生体内など地球上のあらゆる場所を循環しながら、固体、液体、気体として存在しています。液体の水は様々な物質を溶かす溶媒として生命体として重要な役割を果たしています。そのため、重金属イオンなどの人体に有害な物質による水の汚染については、法令などで厳しく制限されてますよ。でここまであるんですが、ここからです。また、 日本海の海底においてメタン分子が氷の結晶中に取り囲まれたメタンハイドレートと呼ばれる化合物が発見され新しいエネルギー資源として注目されているということでメタンハイドレートという言葉が出てきました、えー、メタンハイドレートニュースとかをねよく見たり環境問題とかをね、えー、に気を使っている人はあ聞いたことがある燃える氷だ資料集にも載っていますと、えー、いうことでメタンハイドレートちょうど氷の結晶の中にメタンのガスがトラップされるわけですで それはこうねえ皆さん知ってるかどうかねあれですがこういうことが分かると科学が楽しくなってくるんですがえメタンというのは無極性分子で水に溶けにくいものですよねでそれがえ氷を作る極性分子である氷のこのサッカーボールみたいなやつができるんですがそのサッカーの中にトラップされると、ね、水に溶けないので外に出ていけないわけですですからメタンがこの氷の中にどんどんトラップされていくのがメタンハイドレートというところでたまたま 私が大学の時、大学院の時に研究してた研究室がメタンハイドレート研究室で、まあ僕はあのメタンハイドレート取りに行ってなかったんですけどもね、僕の同級生とかね、後輩たちがね、船に乗ってメタンハイドレートを近く、この海底から掘り当ててきてみたいなことは、ちょっとやっていたので、私もよく知ってるんですが、あの、ただこれね、実際に掘り当てられたのが最近の話ですし、入試問題としてもここ数年も非常にちょこちょことね、東大でも出てきましたし、いろんな大学でちょこちょこと出てくることなり、これからの流行りの問題であるというふうな人 一つになります。そこでこれね下線部 D メタンハイドレートについてなんですがメタンの生成熱 75kJ マイモル気体の二酸化炭素と液体の水の生成熱をそれぞれ394と 286kJ マイモルとして以下の問いに答えましょうということで熱化学方程式の問題です皆さん熱化学方程式の問題をどう解くかまずメタンの燃焼熱 kJ マイモルを書きましょうというふうに言ってますメタンねえー、メタンの燃焼熱は エメタン CH4 というところになりますが、熱化学方程式ね、エメタン。で、実際に方程式書くときは必ず状態を書くのがルールですが、ここは計算なので、エメタンたす 2O2 から CO2 たす 2H2 を液体。燃焼熱ですから、二酸化炭素と水ができるときの熱量を9と置いて9キロジュールま、このね、熱化学方程式を解くと答えが出せるということになるんですが、そのときに、 問題文のヒントとして、メタンの生成熱 75kJ マイモル液、二酸化炭素の,水の生成熱というのが、それぞれ書いてあります。この生成熱を、ね、いや、じゃあ熱化学方程式を書いて、 メタンの生成熱、二酸化炭素の生成熱、水の生成熱を書いて、方程式を足したり引いたりして、この球を出しましょうというのはね、非常に教科書的なやり方で、高校で学習ね、一番最初にするやり方なんですが、その方法だとね、すごく時間がかかるんですよ。やっぱり試験なので、 もちろんね、学問としてえ、きちっと学習もしたいところではありますが、ただ試験というのは短い時間で、え、ね、的確な、正確な結果を出さなきゃいけない。で、そうすると、どういう方法を使えばいいかなというところで、生成熱が先ほど分かってました。メタンの生成熱、二酸化炭素の生成熱、水の生成熱。これが分かっているときに、反応熱9は、 右辺の生成熱の輪から左辺の生成熱を引く。私はこれを右引く左だ。右引く左の公式だと言いますが、右辺の生成熱の輪から左辺の生成熱の相和を引くと、一気に反応、熱が出てくると。これがね、試験の時の熱科学の方程式の問題を解くときに、こういう方法を使います。 で、どういうふうな使い方をするかというと、右辺は二酸化炭素なので、生成熱394。そして、係数2がついてますから、水の生成熱が 2×286。ね。こうなります。で、マイナスすることの、えー、右辺じゃなくて左辺ですね、えー。左辺がメタン。メタンの生成熱が75。そして、あれ、えー、酸素ということですね、えー。酸素は生成熱書いてなかったなぁ。 で、基礎の知識になるわけですが、生成熱というのは、単体から化合物1モル生成するときですから、単体は化合物じゃないですよね。ということは、生成熱もないので、これはゼロ。 ね。すべての単体、酸素に限らず、生成熱というのは必ずゼロになりますから、これを使うと、化合物の生成熱が全部わかっているときは、右辺引く左辺の生成熱の和で、この反応熱9を一気に求めることができますよ。え、これを求めると891。そしてこの時生成熱。ね。反応熱の単位、キロジュールマイモルですから、すべてキロジュールマイモルを使って出したので、単位も891。 キロジュールマイモルという風うになります。え、これがね、えー、試験問題ね。受験勉強としては、右引く左の公式を使ってポーンと一気に答えを出しましょう。これで瞬間で終わるんですよということになりますね。あの、方程式をね、きちっと書いて足す、もしくはエネルギー図を書くというのは、学習としては非常に大事。私としてもね、エネルギー図を書いてっていうのはよく、えー、授業の時には使うんですけれども、ただ試験っていうのは別ですから、ね、短い時間で正確な答えを出して、高得点を取らないといけないわけですよね。 これ、括弧2番。ここちょっと難しいやつなんですけれども、メタンハイドレートをメタン c h 4 h 2 o 2 3個体で表し、知識のようにメタンが水に取り込まれるときに発生する熱量を Q0 とします。今回は方程式入ってます。4メタン足す 23H2O 液体からメタンハイドレート足す Q0 という風になります。 で、えー、知識のようにメタンハイドレートを完全燃焼した時に発生する熱量 Q1 を Q0 を用いて表してくださいねと、えー、言ってるんですが、ここでちょっとみ、皆さん見てくださいね。メタン気体たす 23H 液体でメタンハイドレート。で、求めたいのはメタンハイドレートが HO2 と反応して二酸化たすと水になりますから、この Q1、ね、えー、これ燃焼熱です。 この燃焼熱を求めたいんですよ、というふうに言ってます。それで、で、このメタン足すね。このメタン足す 23H2O から、このメタンハイドレができる式というのは、これは生成熱のように見えますが、これ、残念ながら、これね、単体育じゃないんですよね。メタンと氷が、まあ、くっついて合わさってメタンハイドレートができるという式なだけですから、残念ながら、これではね、 えー、生成熱としては使えないから、この Q0 は使えないわけです。ただし、今ここでメタンハイドレートの燃焼熱が分かっていて、さらにメタンの燃焼熱というのが先ほど891と分かってます。燃焼熱を使うことはできないかしらというところで、これはあまり使わない方式なんですが、ね、えー、 反応熱 Q を燃焼熱を使って出すときは、左引く右。生成熱や結合エネルギーを使うときは、右引く左の公式になるんですが、これ、ね、燃焼熱を使うときは、左辺の燃焼熱の和から、右辺の燃焼熱の和を引くと、えー、反応熱 Q を求めることができますよっていうね、こういうポイントがあるわけです。 そういうことで、じゃあその公式を使おうかとなります。で、まず反応熱が Q0 と分かっていて、左辺引く右辺です。で、Q0 イコールメタンの燃焼熱からメタンハイドレートの燃焼熱を引く。その時、水は、水はすでに燃焼し終わってますよね。え、ですから、え、水については、これはやっぱり燃焼熱は考えなくてよろしいとなりますから、Q0 イコール左辺引く右辺というふうになります。え、ですから、えー、Q0 ね。 Q0 イコールメタンの燃焼熱 4× でしたから、4×891。そして水のせ燃焼熱0。で、マイナス Q1 と、このようになります。で、求めたい答えは Q1 をというところでしたから、Q1 イコール3 5 6 4ゼ0 ね、えー、キロジュールマイモルという回答が出てくればよろしいということで、実はこれもね、あの、右引く左の公式と同じように、左引く右の公式というものを使うと、一気にバシッと出るわけです。で、ただまあ、公式でいきなりねどう、とりあえず闇雲にやってもしょうがないですから、この右引く左はどうして成立するんだ、左引く右はどうして成立するんだというのは、授業でね、えー、詳しく解説したいと思います。えー、まずはね、問題を解いてみたんですが、いかがでしょうか。